ちなみに昨日ねポヨと練習してた時、猫はどのぐらいできたのって思うでしょ。恐ろしいほどね負けまくりました。ちなみに一回も勝ててねえから、コヨにずっとね猫はね、コヨコヨ何ですか姉さん、コヨコヨ何ですか姉さん、姉さん全然攻撃してこないって言われてたのよ。猫は覗けないよ自分が。なんで上手くならないの？本当になんで？もしかして上手くなったかもしれないからね、コヨに。コヨと戦いに来たよ。やりましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大丈夫かな。あ、またこよりがミスりました。メガネーガー人気法じゃん。やっぱ人気法でいいか。今やってるサイズですね。まだ途中だ。そうなんだ。おいしくてな。うん、すげー。成長してる。これミスってる場合ではない。もうでもすごいすごいよ姉さん。本当すごいよ。まさかした、まさか姉さんから DT4 が出てくるとも思わなかったぽよ。おいそうだろそうだろ。なんか今褒められてるのかどっちか分かんなくなった。声漏れてる。うん、ちょっと複雑だったけど。すごいよ。あー決まったな。姉さん、やったー、やったー。初めてだよね、こよにみこがあったの。初めてだよ。一回あの日も一回傷つけられませんでしたっけ、こより傷つけたっけ、みこ。みこやりたいことあった。コヨがさ練習してたやつ、猫も覚えた。え？ほら今エサンドックやってた。どう？え？やばやばい？やばい。え、姉さん強いって言った。コヨのやつで姉さん、そんなさ、ちょっと待って、やばかった。すごい嬉しかった。なんかあの夜の姉さんとは別人。